こんにちは、井上です。今日は便利なショートカットキー、Windows Plus V をご紹介します。これどういったキーかと言いますと、例えばこういったサイトの URL をコピーしてメールに貼り付けるとします。で、もう一つもコピーしたいなと思って、こうコピーして、こう貼り付けると。で、これ今2つだからいいですけど、これを繰り返しやらなきゃいけなくなるわけです。そうするとちょっと効率が悪いかなと。で、Windows Plus V を使うと、通常だとコントロール C、コントロール V で貼り付けるわけなんですけど、Windows Plus V を使うと、今、これでコピーをして、次のページをコピーして、で、ここに貼り付けるときに、Windows と V を押すと、こんな感じで記録されてるんです。で、まずこっちを貼り付けたいなと思ったら、こっちをクリックして、で、次は、こっちの方を貼り付けると。こういったことができます。いっぺんにコピーをして、後で、まとめて貼り付けるということができます。これが Windows V ということで、履歴貼り付けと言われているようなものです。この履歴を、コピーした履歴を自由にまた再利用できると、いうものではあります。これまでもフリーソフトで、無料のソフトであったりもしたんですけども、Windows 10に標準の機能として今はできるようになっています。この Windows Plus V を使うには、設定のクリップボードというところで、クリップボードの履歴というところを、オフになっているのをオンにする必要があります。ただ、これがオフの状態で、試しに Windows Plus V を押してみていただくと、こうやって履歴を表示できませんというのが出てきますので、ここで有効にスルーをすれば、この後は Windows Plus V で貼り付けができます。最初は Windows Plus V を押してみて、それで有効にするという方が、設定画面に行くよりは早いかなと思いますので、やってみていただければ。で、Windows Plus V を使っているところとしては、例えば、私は Evernote にこういった、1日一新という、毎日新しいことをやるというのをこうメモしているわけなんですけど、これをコピーして、で、次にこの娘日記っていうのもコピー、次にこの娘日記っていうのもこうつけてるんですね。で、これを Evernote からコピーすると。で、これでコピーはもう、終わったということになります。これをブログのこの編集画面に行って、こういったテンプレートを準備した後に、まずはこの娘日記の方をコントロール V で貼り付けると。で、この1日一新の方は Windows Plus V でこの履歴から貼り付けると。こういったことをやっています。だからコピーするときはまとめてできますので便利です。ID とパスワードですとか、そういった、別の枠の中に入れるときとかも、これを使うと便利だったりもします。また、画像でもこれはできますんで、例えば、このパワポの、この、スライドを作るというときに、スクリーンショットをこう撮りたいというときには、例えばこうやってスクリーンショットをここで撮って、コピーすると。で、これでまたスクリーンショットを撮ってコピーすると。このスクリーンショットのコピーは、YouTube の動画にも上げていますけども、ライトショットというフリーソフトを使っています。で、これでスライドに戻って、まずコントロール V で貼り付けると。で、履歴の中からこのもう一個前の画像を貼り付けるということができたりもします。からこの履歴貼り付けで、最後にコピーしたもの、コントロールプラス C でコピーしたものというのは、普通にコントロールプラス V で貼り付けて、で、それより前のものは、Windows プラス V で履歴貼り付けをするとやると、より効率がいいかと思います。どちらも Windows プラス V でやってもいいと言えばいいんですけども、後ろの方から、後ろと言いますか、最後にコピーしたものから貼り付けていくという風にすれば、より手間が少なくなります。これ履歴がどれぐらい
保存されてるかというと、まあ結構保存はされています。だから1日のうちに、まあ朝コピーしたなというようなやつも使えることもあったりもします。このクリップボードの中で、ここに点が3つ並んでるアイコンがありますので、まあ、これをクリックすると、こう削除したり、ピン止めしたり、すべてクリアということができます。ピン止めというのは、まあ、ここに固定するというものです。まあ、その他のものをすべてクリアにしたとしても、それだけが残ります。だからよく使うものをここにピン止めしておくという使い方もできなくはありません。通常はそんなに繰り返し使うというものはないかと思いますんで、まあ、すべてクリアでもいいかなと思ってはいます。まあ、ここにピン止めして使うんであれば、他の、まあ、単語登録ですとか、まあ、YouTube でも動画を上げてますけど、フレーズエクスプレスといったスニペットツールを使った方が私はいいかなと思います。まあ、この Windows Plus V、まあ、クリップボードを履歴から貼り付けられるというものなんですけど、まあ、便利で他にも使いどころあるかと思いますので、まあ、ぜひ使ってみていただければと思います。まあ、まずはクリップボードをオンにするということをやってみていただければと。最後までご覧いただきありがとうございました。